秋田県立秋田南高等学校、中等部は、秋田県秋田市新井田にある県立高等学校、中学校。地元では、南高、周南東と呼ばれる。地元の国公立大学を中心に卒業生のほとんどが大学進学を希望する。交渉は、秋田武器。秋田県高等学校体育連盟の事務局校となっており、歴代校長が、 同連盟の会長となっている。2016年4月に、秋田県立秋田南高等学校中等部として、中等部が開校し、秋田県内で4校目の公立中高一貫校となった。福沢諭吉の語である、独立自尊を高訓とし、人に頼らず、自らの尊厳を保つ人間の形成を目指している。文部領道を重んじ、学業、部活動ともに盛んである。 独立自尊の精神を養い、活力ある規律正しい学校生活を通して、青年の夢を育てる。学問村長の精神を培い、学力の向上を図り、個性に応じた進路の志望の達成を期する。健康の増進と向上を図り、学習と部活動の両立のできる生徒の育成を目指す。豊かな上層を養い、広い視野と協調生徒を持ち、 自他を敬愛する心を深める。高校では普通科が設置されている。2年次より文系、理系に分かれ、3年次ではさらに国公立私立大学の志望ごとに分けられ、受験対策が行われる。かつては英語科が設置されていた。名称のごとく英語教育に重点を置いており、英語関連の教科も普通科より多く、その代わり理数科目で一部履修しないのがあるなど。 基本的に文系向けのクラスとされていた。2004年にセレイに指定された。2005年度より英語科クラスは普通科とは別に修学旅行へ行き、その行き先は2004年度はマレーシア、2005年度はバンクーバーであった。また海外から来た学校訪問団との交流機会もあり、韓国の郡山女子高等学校とは定期的な交流を続けるという協定を結んでいた。 個人競技を中心にいくつかの運動部が県内屈指の実力を持つ。特に男子剣道部は毎年上位入賞を果たしている。また陸上競技部、水泳競技部でも全国大会出場者を多く出している。しかし一方では公式野球部や男子バスケ部など県内では上位の実力ながら全国大会出場を果たせていない部も多い。 1998年には県内初のアーチェリー部が発足した。吹奏楽部の活躍は著名であり、特に高橋光一が指導し、その教え子でもある天野正道が編曲を行った1976年から1982年にかけ全国大会において6回連続の金賞を受賞した。指導者が変わってからも全国大会3年連続出場を 複数回果たすなど、全日本水奏楽コンクールの常連となっている。2019年までの全国大会出場回数は30回で、これは所属する東北支部の団体では、最も多く、全国的に見ても8番目に多い。また、文芸部が2003年の第18回全国高等学校文芸コンクールにおいて、文芸部士部門優秀賞を受賞している。 他に放送部等もコンクールで好成績を残している。この項目は Wiki プロジェクト学校の高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。